こんにちは、安藤ひかるです。今回はですね、お茶出しの追伸ですね。お茶出しのスピリチュアル、追伸というか、そのお茶出しのスピリチュアルで、足りない、ちょっとね、説明が足りないところをちょっと補足しますので、よろしくお願いします。で、今回は、人生シリーズなんですけどね、紅茶です。紅茶ですね。美味しいね。これなんだろう、ちょっと自分でここで買ったやつじゃないですけどね。アールグレイかな。まあいいやね。また人生シリーズで喋っていきたいと思うんですけども、まずですね、お茶、まあそのね、お茶出しのスピリチュアルをね、見ていただいてからの方がいいと思うんですけども、まあそれをね、もう理解した上でちょっとお話をしたいと思うんですけども、実はですね、例えばコーヒーとお茶っていうのは何か教えてもらいたい時に出してくださいねってことを言ったんですけども、ですね、砂糖とかミルクとか入れてしまうと、実はこれジュースと同じなんですね。ジュースとかと、清涼飲料水ですね、とかジュースとかっていうのと同じになっちゃうんですね。相手が喜んでくれるかなということで、相手をちょっと子供扱いするような形になってしまうんですけども、ですね、このことをちょっとね、最初ね、は分かってください。で、このことがを中心に今日はお話をしますので、よろしくお願いします。で、今日は結構ね、長くなると思うんですけども、よろしくお願いしますね。で、そうですね、お茶出しをするときに、やった方がいいことなんですけども、相手に教えてもらいたいっていう気持ちっていうのは、実は自分の問題ですよね。私の、だから私がコーヒー出すっつっても、教えてもらいたいと思うのは私の都合なんですよね。その時にどうしたらいいかっていうと、例えばコーヒーだったらミルクと砂糖をつけて出した方がいいです。そうすると、相手に、要するに教えてあげたいのかそうじゃないのかっていう拒否権があるわけですね。教えたくない場合は砂糖とミルク、砂糖とミルクどっちか片方でもいいんですけど、入れると、要するにジュースとかと同じになりますのでね。そしたら、だからそうでしょ。コーヒーなんかもそうですよね。ミルク入れるともう本当ほっとしますよね。なんか、わかりますかね、言ってること。ミルクをコーヒーに入れるとほっとしますよね。ブラックは違いますよね。ブラックのコーヒー飲むとこうやる気が出ますけども、コーヒーにミルク入れるとすごくリラックスしますよね。私なんかで、ね、生クリームとか大好きなんですけどね。コーヒーと生クリームっていうのはすごく好きで、大学の時よくやったんですけどね。勉強が終わった後、コーヒーに生クリームってこうゆっくりこうふーってこうね、リラックスタイムができるんですけども、だからそういう効果があるんですね。あるいは最近ね、コーヒーマシンとか見るとココアがありますよね。だからこれもなんか選択肢ですね。コーヒーにしますか、ココアにしますかということですよね。これもだからその選択肢なんですよね。ココアはちょっと違うのかな、甘いですからね。どうなんでしょうね。ちょっとエスプレッソに砂糖入れるのと似てるのかな、ココアって。ちょっとね、そこまで解明できてないんですけどね、まだね。そうですね、エスプレッソ、そうですね、あとね、お茶とコーヒーって何が違うんですかってことなんですけども、いや、お茶とコーヒーっていうね、お茶出しでコーヒー、お茶とっていう私言い方したんですけども、そうですね、今私紅茶飲んでるんですけども、今日はお茶ですね、紅茶ですね、紅茶アールグレイなんですけども、ですね、コーヒーっていうのはブラックですよね。で、お茶っていうのはブラウンですよね。濃さが違うんですよ。ね。コーヒーってブラックでしょ？お茶はブラウンでしょ？だから、お茶の方がマイルドなんですよね。お茶の方がマイルド。
なんですよね。マイルドだけども長話になっちゃうっていうのがあるんですね。だからイタリアのエスプレッソのカフェってありますよね。あれなんかもう一言で終わりですよね。ターモーで終わりでしょ、うん、ターモープントでしょ、うん、イタリアのコーヒーとかってそうですよね。いやだからいいか悪いかって言ってんじゃなくて、だからそういうことなんですよね。うん、コーヒーの方が端的というか、でもその代わり短く話をまとめるってことはちょっときつい言い方になっちゃうんですね。だって短い時間で分かってもらうにはこうやって言うしかないでしょ。あとは相手の頭の中で考えてもらうしかないんだから、分かりやすくバシッと言わないといけないですよね、短く言うにはね。だからなのでコーヒーの場合は時間が短くて済むけど、時間を大事にすればやっぱりコーヒーがいいですからね。時間が短くて済むけどもちょっと厳しい強い言い方になってしまうことがあるんですね。お茶を飲むとどうなるかっていうと、マイルドな優しいね、丁寧な言い方になるけども長話になっちゃうっていうのがあるんですね。あとね、人から教えをもらうときに無理やりお願いしてしまうときってありますよね。ちょっとごめんなさい、教えてくださいってときあると思うんですけども、そういうときはですね、お茶とお茶菓子出してください。コーヒーとお茶菓子でもいいですよね。コーヒーとお茶菓子を出すと、お菓子を教えましたね。これはもう本当定番ですけどね、ごめんなさいってことですね。ごめんなさい、教えてくださいってときには、コーヒーとお茶菓子を出すと、ね、お茶とお茶菓子を出すということですよね。だからあとは、だから子供とか、子供って言い方がね、ちょっとね、こういう言い方が分かんないけど、要するに、10歳とかね、まだコーヒーとかね、ちょっと飲めない子いますよね。もう私もそうでしたけどね、胃がまだね、内臓がまだできてないんで、コーヒーとか飲んじゃうとね、お腹壊しちゃうっていうのがあるんですけども、子供に何か教えてもらいたい時もそうですよ。麦茶とポテチとかね、ごめん悪いってね、なんでジュースじゃないのって言うかもしれないですけどね、まあそしたらジュースあげた方がいいですけども、だそれはだからさっきのこれと一緒ですね。日本のお茶だとね、まあ、最近はね、ま、ヨーロッパの真似て抹茶レテとかね出てきましたけどね、まあ、日本はそもそも牛乳飲まない国でしたから、ね、牛乳とかないんで、だから日本にはそういうちょっとねミルク入れるとかって文化はないんですけども、まあ音楽やってるとお茶にしますか、カルピスにしますかとかね、そうそう、選択肢をやるってことですよね。うん、それがすごく大事ですね。私もね未熟なんでね、やっぱり お茶だけバーンって言いちゃったことあるんですけどね、うん、まあ最近はありますよね、ほうじ茶ラテとかね、抹茶ラテとかねありますけどね。だからそういうことですよね。うん、お茶は長話になっちゃうんですよ。まあその回マイルですよね。リラックスしながら会話できますから、お茶っていうのはね。コーヒーだとちょっと違いますよね。ちょっと殺伐とした感じで、あと分かんねえとか自分で考えて教えたことを教えたからなみたいな感じになりますよね、コーヒーだとね。ね。だからアメリカンコーヒーなんか割とリラックスできるんじゃないですかね。分かんないですね。アメリカンコーヒーの機会持ってないですからね、私ね。うん、日本でいてアメリカンコーヒーの、なんていうの、最初の、分かんないですけど、うん、アメリカンコーヒー、飲んだことないかもしれないな。うん、カフェは飲みましたけどね、イルカフェは飲みましたけど、カフェモカのね、イタリアのあれは美味しいですよね。であれもだからちょっと解明中ですけど、まあエスプレッソ、まあ日本だとねエスプレッソって言い方しますけども、エスプレッソも砂糖を入れるとすっごい美味しいですよね。もうデザートみたいに美味しいですよね、あれね。本当にエスプレッソに砂糖を入れるだけでこんなに苦いコーヒーがもうデザートみたいに美味しいんですよね、エスプレッソって本当にね。だからもしかしたら、うん、お菓子なのかもしれないですね。ココア、コーヒー、さっきのコーヒーとココアの話じゃないですけどね、ココアってもしかしたらお菓子の部類に入っちゃうのかもしれないですよね。ちょっとその辺分かんないですけどね。
まだ難しいですよね。だまあ日本の場合はまあオレンジジュースにしますか、お茶にしますかとかね。だからあとまあジンジャーエールとかっていうとやっぱりお酒の部類に入るんですかね。ちょっと難しいですよね。そういうのっていうのはね。まあ今ね、ジンジャーエールって需要がね、ノンアルコールビールっていうのが出てきたので減ってるのかもしれないですけどね。ジンジャーエールなんかだと、まあ、ビールと同じ感じになるんだと思うんですけどね。ジュースなんですけどね。同じジュースではあるんですけども、ジュースっぽいジュースではないですよね。お酒っぽいですよね、ジンジャーエールってね。味なんかがさ。だからあとはそうですね、まあ、お茶出しってことなんです。まあ、いろいろ話しておきたいですね。だから、まあ、今私は人生の話をし、を私の人生の話をしているのでお茶を飲んでますけども、いつも私前飲んでたのって水だったんですよ。2年前とかっていうのはですね。なので、なんていうんだ、教える必要がない時に実はお茶とかって飲まない方がいいですよ。いや、それ本当ですよ。で、なんでこの話をしてるかっていうと、実は人間というのはどんな生き方をするかによって食べ物って変わるんですよね。これね、すごくね、参考になると思うんですけども、水なんかいい例ですよね。水、まあ、私たちだと、まあ、牛乳とかっていうのはそうですかね。牛乳飲むと欧米化しますよなんてね、そういうのがあるんですけども、西洋人化しますよっていうのがあるんですけども、私なんて乳糖症ですよね。乳糖症なんですよね、もともとはね。だから牛乳とかっていうとちょっとしか飲めないんですね。いっぱい牛乳飲むとお腹壊してしまうっていうのがありまして、で なんですけども、牛乳を毎日ちょっとずつ飲んでると、最初お腹壊すんですけども、飲めるようになるんですね。今私1リットルぐらい牛乳飲んでも大丈夫ですよ。だ水なんかも同じですよね。よく私たちが海外旅行に行くと水飲んじゃダメですよって言うんですけど、あれは当たりですよね。現地の水を飲むってことは自分がその国の人になっちゃうってことなんですよね。だからまあお腹下しますよね。そうなんですよ。その現地の水を飲むってことは、要するに古いものが出ていかなきゃいけないんで、日本の水が出ていっちゃうんでお腹下しちゃうんですよ。その代わり飲んでると、例えばじゃあフランスの水にしましょうか。フランスの水ずっと飲んでると最初お腹壊すんだけども、そうするとだんだんフランス人になっちゃうんですね。っていうのがあるんですね。だから水っていうのは、水が合わないとかって言い方ありますけどね。だから最初ちょっと大変ですよね。私も牛乳飲んだら大変でしたけどね。仕事あったら、ね、どうしようかと思いましたけどね。でも牛乳飲みたいなと思って飲んでて、なんか大丈夫になってきたなと思って飲んでたら、いつの間にか1リットルぐらい飲んでてね。日本人って牛乳飲めない人ですからね。もともと牛乳なんてないんで、日本にはね。アメリカから入ってきたものなので、アメリカですかね、ヨーロッパですかね、ちょっと分かんないですかね。だから飲み続けてると飲めるようになるっていうのがあるんですね。食べ物もそうですよね。私シンガポールに高校の時に修学旅行に行ったんですけども、全部食べましたよ、シンガポールの料理。食べたことなかったですけどね。すんごい美味しかったですね。で、私はだから、まあ、英語が喋れたってこともそうなんですけども、私はやっぱり国際的な生き方っていうのが向いてるんでしょうね。海外の料理食べれるんですよ、私。食べられるんです、私。全然平気なんですよ。全部食べた。完食しましたよ。本当美味しかったです。で、なんかその、シンガポールのお茶ですかね、もう日本だと飲んだことないお茶あったんですけど、すんごい美味しかったですね。あのお茶また飲みたいなと思うんですけどね。ね、そんな感じですよね。やっぱり現地のもの、ドイツのビールも大丈夫でしたね。ドイツのビールも大丈夫でしたし、もう超美味しいですよね。ただちょっと日本のビールと違いますよね。日本の苦いビールとは全然ちょっと違う。
フルーティーですよね。だから枝豆とビールっていうのはやっぱり日本ですよね。ドイツにも苦いビールありますけども、苦いビールしか多分輸入してないですよね、日本にはね。あの日本人の口に合うものしか多分なかなか輸入してないので、いや いいんですよ、それが普通ですからね。普通というか当たり前のことなので。でもドイツのビール飲んだ時感動しましたね。日本のビールと全然違いますね、やっぱりドイツのビールはソーセージが美味しいかもしれないですね、まあ、そんな感じですよね。まあちょっとお茶出しの補足ってことなんですけど、そうあのね、食べ物をっていうのは、まあ、飲み物もそうなんですけどね、自分がどんな生き方をするかによって実は食べ物の好みって変わるんですよね。で、私ってすっごい気分屋なんですよ。お肉食べたい時はすっごいお肉食べるし、野菜が食べたい時はすっごい野菜食べるんですよ、私ね。だから気分屋ですよね、私はね。何でもやりたい人ですよね、そういう意味ではね。だから同じお肉食べてるのに、まあ、同じお肉したってね、世の中無常ですからあれなんですけど、同じの食べてるはずなのに、なんかお肉おいしくないなとかね、なんか野菜ダメだなってね、時あるんですよね。今ちょうど私野菜がダメなんですけども、そう、ちょっとここ何日か野菜残しちゃって全然食べれてないんですよね、肉ばっか食べてますね、ちょっとここの数日ね。そんな感じですよね。でも野菜食べるときは野菜食べるんですよね。あの自分で作って鍋なんか作って、もうでっかい鍋でね、あのご飯食べないで野菜だけ、白菜とね、あのいっぱい食べたりとかね、しますよね、そんな感じですね。だから何が食べたいかっていうのも実はスピリチュアルがあるので、お茶を絶対飲む必要はないですね。ただ私は今この人生シリーズってことで、自分の人生が素敵だったので皆さんにお話ししたいので、あのこのお茶を飲んでますけどね、今私お茶を飲んでますけどね、今日は紅茶ですね。そうですね、じゃあそろそろこの辺で話してあげましょうかね。ね、あのちょっと時間があるときにゆっくりここで見ていただければ嬉しいんですけども、今日はどうもありがとうございました。